Peggy18。 はい、こんにちは、ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーズの攻略解説動画続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、ワールドウォーズアフターマス近接特化バンガードを紹介ということでね、アフターマス日本語版が発売になったということで皆様盛り上がっているところだと思うんですけれども、私もねいろいろ試してて、で日本語版をやりながらコントローラーでねやるようになったんですけど、今まで PC 版でねマウスとキーボードでやってたんだけれども、コントローラーでバンガードやってるうちになんかねいろいろ面白いビルドがねできたので、それをねいろいろ紹介していきたいなと思います。で本日の動画の概要なんですけれども、まず近接特化バンガード、これが何なのかというのを紹介して、で次にスキル構成とか装備類とかを紹介して、で最後に実戦に行ってみたという感じで、こんな感じの戦い方になりますよとかね、こんな感じで立ち回れますよみたいなのね紹介して終わりにしたいなと思います。でこの動画が出てる頃はまだ出てないかもしれないんだけどもね、ブログの方でもそのスキルの構成枠とかね紹介してますので、よかったら概要欄のリンクからね行ってみてください。まず近接特化バンガードの特徴なんですけれども、攻撃力は近接に関してはスラッシャー並みの近接力を発揮できると思っていいと思います。ただちょっとスラッシャーとは特徴が変わるので、ちょっと違う形でね同じような攻撃力を発揮できるという感じです。で大量のゾンビ相手にも長時間近接戦闘可能です。しかもそんなにテクニック必要ないです。これは多分コントローラーの方がねあとやりやすいかなという印象あるので、コンソール版でコントローラー使ってる人に特におすすめです。で全特殊ゾンビに対処可能です。これはねスラッシャーだったらもうビリビリに頼るしかないんだけれども、それとはまた違ったやり方で特殊ゾンビたちに正面からもう大量のゾンビと一緒に特殊ゾンビがどんなに来てもなんとかなっちゃうというような感じのビルドなんでね、ぜひ試してみてほしいなという感じなんですけれども、慣れてきたらねこれかなり強いんじゃないかなと思うのでね、スラッシャーバレに強いんじゃないかなと思うので、よかったらね参考にしてみてください。で双子のブル2人ずつね出てきたりすることあると思うんだけど、この双子ブルにも正面から迎撃可能なんですね。これが結構ね強力で私好きなんだけれども、あとブースターね、ブースターの軍団がわーってきてもなんとかなっちゃうんですね。これすごいですね、本当にいいなと思うんだけど、でさっきも言ったんだけれども、コントローラーでしかもプレイステーションコンソール版の方がこれは強力なんじゃないかなという印象があります。少しラグ打った方がなんかねちょっとグリッチっぽくはなるんだけれども、まあでも PC の方でも一緒かな。とにかくねコントローラーの方がやりやすいなという印象はあります。でただ強力なんだけれども、過信しすぎてこればっかりやってると気がついたら周りがやられてるとか、自分一人になっちゃうとねさすがにやばいかなという時あるので、まあ、やばいなと思ったらバンガードなんてね縦ダッシュでバーって逃げてって、また離れたところで形勢逆転するとか、倒れてる仲間をそれで起こしちゃうとかね、そういうことも可能なんですね。これはバンガードじゃないとできないなという強みだと思います。でスキル構成なんですけれども、まあ後ろでねスキルの形は参考にしてみてほしいんですけれども、でまずガードで近接スタミナが回復というのをつけてください。で盾を使用後3秒間ダメージ半減というのをおすすめします。で同じように最後の方にあるんだけど、盾を使用後5秒間攻撃力 1.5 倍というのをつけてください。これでスラッシャー並みの攻撃力が発揮できるようになります。でゾンビ15体キルで盾補充、これをつけておけば装備がどんどん補充されていくということで、盾ダッシュでね脱出したい時にも使えるという感じです。でヒットポイント 35% アップ、これをつけてください。あとは盾ダッシュで感染が解除される、特殊のねゾンビのエフェクトが無効化されるってやつをつけておくと、いざって時に感染しちゃったって時でも盾ダッシュで全て形勢が逆転可能という感じになるので、この感染解除、あの特殊のねエフェクト解除ってやつをつけておくといいと思います。あとは後ろのねそのスキルの枠通りなので、まあ盾使用後3秒間ダメージ半減は、その盾を構えたら3秒間最初全方位から無敵になるっていうやつもあるんだけど、まあお好みでいいんじゃないかなとは思う。私はダメージ半減の方がね結構使いやすかったのでダメージ半減にしております。あとは盾を構えると前にいる敵が3メートルか5メートル以内にいる敵がみんな自分に向かってくるってやつ、これをつけておくと盾がねそのがブロックしないとスタミナ回復しないのでブロックしやすいという感じになるので、これもつけております。まあ、スキル枠はねこんな感じなので、まあ、よかったらねブログの方にもあるので、静止画でしっかり見たい人はブログの方よかったら参考にしてみてください。
でレベルは最後の盾をしまうと攻撃力 1.5 倍ってやつが28かな、レベル28になれないと取れないので、まあ、プリスティージは回さなくてもいいんだけれども、少なくともレベル28までは回さないとこのビルドはできないと思った方がいいと思います。で、一つ重要なのが近接武器でトマホーク、これを必ず装備してください。で、トマホークがあると5体ノーダメージで倒すとヘルスブーストっていうのがあるんですね。で、5体連続っていうのは時間決まってないので、時間経って5体連続キルしても大丈夫という感じです。で、ヴァンガード自身のヘルスブースト、盾を使い切るとヘルスブーストってあるんだけど、これはほんのちょっとしか回復しないので、これは使わない方がいいと思います。ヴァンガード自身のね、盾を使い切ってってなると、盾構えてずっと早くヘルスブーストかかんないからって待ちになっちゃうので、そうすると攻撃がねおろそかになりがちなので、それはもう頼らない方がいいという感じです。ではですね、ちょっと戦闘に行ってみたいなと思うんだけれども、基本は連続攻撃してフィニッシュ攻撃が出てスタミナがなくなったら盾をガチャンって一回構えて、多分その時はゾンビがいっぱいいればバシって攻撃食らってスタミナが回復するので、まあ、スタミナ回復したかどうかはね、真ん中の白いバー見ればわかると思うので、回復したら盾しまわなくてもいいから、もう近接ボタン押せば攻撃盾しまって勝手にしてくれるので、まあ、盾を構えて近接攻撃してってやってればいいという感じです。で、ブルもね、いつも通り盾で構えて抑えて、で、このビルドのいいところはブルだろうが何だろうが、もう正面からねバッサバッサやっていけばなんとかやっつけられちゃうという感じなので、裏にねいちいち回り込まなくていいというのがミソだという感じです。こうやって敵にねわーって囲まれてる時ブルが来ると裏に回り込んでられないってことがあったりすると思うんですよ。そんな時でもこの盾、近接特化ヴァンガードは一気にやっつけられてしまうので大丈夫という感じですね。盾をな構える長さは状況に応じて、もうちょっと構えてたいなと思ったらすぐしまわなくていいから、盾構えてブロックしてよし行くぞとかね、なんかその辺の調節はうまくやれるという感じです。で、今みたいにボマーが来た時ももちろん大丈夫だし、ブースターとか、まあ、ブル2体とか、2体来ると結構厄介なんだよね、裏回ってると。だけど2体いてももう肉薄されても大丈夫という感じになります。で、まあ、雑魚ゾンビがこうやってね山になってる時ぐらいは全然 OK なので、苦手なのがやっぱりハズマットのガスなんだけれども、その時はやばいと思ったらもうあれですね、ダッシュで離れちゃう、一回ダッシュで離れてしまえば大丈夫というところあるので、あ、こんな感じでねハズマットが来ても、でもねヘルスブーストも結構かかってくれるので、ヘルスブーストでなんとか持ちこたえちゃうというのが手ですね。で、ブルがねこんな感じで来て忙しい時でももう正面から切りつけていけば OK という感じです。これでまあなんとかな、あーもう一匹来てたね、危ない危ない。で、盾でねみんな守ってあげながらやっつけるという感じですよね。これはね非常に使いやすいので、コンソール版でもね使いやすかったので、これはもうコンソール版の PS5 日本語版、 PS4 日本語版とかの人でもね全然おすすめという感じです。スラッシャーもね、今まではスラッシャーでこんな感じのことができたと思うんだけども、そのスタンガンとかを使いながらうまくね立ち回ってくって感じだよね。攻撃力自体はねスラッシャーの方が上かなとは思うんだけれども、連続攻撃とかもねできるので、ただヴァンガードのこの近接とかヴァンガードの方が有利という場面も結構あるので、特にこういっぱいゾンビに囲まれてる時に特殊がわーって来ちゃった時、こういう時はこっちの方がねすごくいいんじゃないかなとは思います。まあ、パーティーでねヴァンガードとスラッシャーとかいたらね、お互いカバーし合いながらね長所が活かせると思うので、どっちもスラッシャーとかよりは片っぽは近接とかヴァンガードとかにした方がねパーティー自体は強くなるかなとか、なんか、まあ、あと楽しいよねっていう話ですよね。それじゃあね、ちょっと大量に報道でゾンビがいっぱい出てくるところとかね行ってみたいなと思うんだけれども、まあ、こんな感じで結構ね有効に戦えますね。で、受け身になりがちなんだけど、攻撃が強いからだん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 押し返して前に前にどんどん行っちゃう感じですね。前はねガードするので精一杯みたいな感じだったんだけれども、この近接特化ヴァンガードだったらどん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 敵の群れだろうが何だろうか押し戻してって、危ないって時もこれもね非常に便利という感じだね。スラッシャーだったらねスタンガンを使うって手がありますよね。で、回り込める時は回り込むけど、やばい多少殴られてもねヒットポイント 35% アップとかついてるのでかなり打たれ強いです。で、囲まれちゃうとねさすがにダメージを受けやすいんだけれども、このブースターとかがね来た時も対処可能ということなので非常に強力ですよね。やっぱわちゃわちゃしてる時、こう囲まれて大量のゾンビに囲まれてわちゃわちゃしてる時にこの近接とかヴァンガード強いなっていう印象があるんだけれども、
あとはね、熟練したら本当これすごい強くなると思う。もうスラッシャー熟練したバリにね、なんかずっとゾンビと戦ってられるみたいなことになると思うので、ぜひね試してみてって感じなんだけれども、まあ、もしねなんか改善点とかあったら、もう私だこうしたらもっと良かったよとかあったらね、コメント欄で教えてほしいんですけれども、まあ、でもこれ強いからもう試してる人いるんじゃないかなと思うんだけれどもね、まあ、知らない人も多いと思うんでね、紹介しておきます。モスクワ3面のここですよね。ここがヴァンガード、今まではガードするばっかりでブルースターとか取るといやーって感じなんだけど、もうヴァンガードのこの近接とかヴァンガードならもう関係ないからみたいな感じで、ただ盾を構える感覚を失敗しちゃうとブースターにバタンって倒されたりもするんだけれども、その辺はねちょっと慣れないといけないかなと思うんだけれども、こうやってねわちゃわちゃしてる時にブルが来てももう関係ないみたいな感じなので、スタミナ回復してシグネチャーストライクとかもね、攻撃力 1.5 倍とかになるからすごい攻撃力を発揮してくれるんですね。スタミナがあるとこんなに近接って普通のジョブでも強いんだっていう印象があるんだけれども、いやヴァンガードはねもう修正でねリロードはできなくてやりにくくなっちゃったから、もう近接で今ボム開いたけど盾構えてなくてももう関係ないみたいな感じだし、盾構えてたらね自分はノーダメージだし、ボマーも関係ないみたいな感じになってくるんですよ。でたとえボマーとかで仲間が後ろで、ね、倒れちゃったとしても、盾構えてこの辺にいれば仲間が、ね、起こすのすごい速くなったり、敵が、ね、よろめいたりして離れていったりするので、もう本当関係ないみたいなごちゃごちゃしてる時こそヴァンガードみたいな、ね、感じになるんで、まあ、楽しいですね。あと非常に楽しい、これ本当ここに火をつけたいんだが、で思ったよりブロック、敵の攻撃は敵攻撃してきてるように見えないんだけど、ブロックが入ってねスタミナが回復したりしてるので、特にブル攻撃されてるように見えないんだけれども、ブルに密着して盾構えるとなんかブロックした扱いになるみたいで、それでねスタミナがどんどん回復していくという感じです。でブースターが来たけど、まあ、盾構えちゃうとねもう全然 OK という感じなんで、まあ、時の場合によってはね自分が盾を構えてしばらくね守るとかブロックするというのもありだとは思います。パーティーだったらねこれかなりまた活躍できるんじゃないかなと思うんだけれども、こんな感じでもう敵が特殊ゾンビたちがね本気で来たとしてももう関係ないみたいな感じだから、いやいや今がチャンス、後ろ向けている、背中向けている今がチャンス。あインフェクターね、あとインフェクターも盾構えてればそのゲロは防げるし、感染しちゃったとしてもダッシュしてしまえば全然 OK という感じなのでね、特殊ゾンビの感染も外せるっていう、ダッシュでね外せるってやつつけておくとすごく便利だと思うんだけど、あとはタレットガンを防いだりとかね、ヴァンガードが持ってるその長所は全部持ってるという感じです。でクリーパーとかとね目が合っちゃった時も盾構えちゃえばなんとかなるし、盾構えた後すぐ近接すればクリーパーでもすぐやっつけられるので、ちなみに難易度はね全部インセインでやってるんだけれども、ブースターだね、ブースターに対して非常に有効かなっていう印象があるんだけれども、これでね近接を続けられるというのはかなりでかいよね。ブースターゾンビは近づいただけで倒されちゃうからね一体でも。いやまあこんな感じということで、十分ね実戦に通用するんじゃないかなというビルドだと思います。ぜひ試してみてください。マルチでねやる場合はフレンドリーファイア無効っていうのもありかなとは思うんだけれども、まあ、盾を構えてる間はねどっちにしろフレンドリファイア無効になっているので、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなという感じです。まあ、こんな感じのね近接特化ヴァンガードは非常に面白いのでね、もしやってない方はまだの方はねぜひ試してみてくださいって感じですね。それじゃあね今日はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。他のジョブでもねいくつか似たような感じで新しいビルドを作れたので、またねこれからワールドボゼットの動画でちょっと紹介したいなと思います。そちらの方もねで動画出たらよろしくお願いします。それではラビットでした。皆様の良きワールドボゼイライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。